美味しそう。絶対これやん。このパンケーキがうまいのに。これも美味しそう。これにパンケーキが欲しい。ソースとかないの？え？まだあるぞ。失礼します。これやない。わしこれかもしれん。これにしよう。なんでこれしか入れないんだろう。ここまで入れたのかな。足りない気がするな。いただきます。カルピスってなんか頭をハッピーにする成分が入っているし、本当かは知らない。やばいよね。なんか頭をハッピーにすると大丈夫かなと思います。らしいよ。何食べたよ。ヨーグルト。お待たせいたしました。お湯ヨーグルト先生に食べた。私下まのね、バナナグラノーラが入ってるみたいなヨーグルト大好きで、家にストックしてるからそればっか食べてる、うまっ。パンケーキがボールスイー食べたい。これさ、2つもくれてる、優しい。見えるのかな。すごい、野菜めっちゃ入ってる。うわ、チーズも入れたくなる。うん、ホテルのさ、具材選んで食ってもらえるさ、朝食のオムレツとか大好きだ。うわ、朝マック食べたい。食べれば食べるほどお腹が空く。どういうこと？サムネイルの忘れ。彼の名前さんは忘れてるの？私は50年以上だから、
個人的にパンにはもうバターしかつけたくない。バターに美味しいバターをつけるだけが一番好き。わかるかな。うん、本当にさ、デニーズのなんだっけ、デニーズのパンとこの英国パンマジで美味しい。どういうこと？ちなみに私昨日の夜ご飯はチーズプルダックにチーズ、追いチーズ2つした。足りないかでした。めちゃめちゃ、全然違う、めちゃめちゃさ、朝から全然食べれちゃう人なの。朝食べれないと旅行に行っちゃうとちょっとね困るの。私朝からめちゃめちゃ食べるの、食べ過ぎてその時その後大体何も食べれないの。ディズニーに行ったとしてもディズニーの最初に食べ過ぎてその後何も食べれないの。下手くそなの。だいたいバターのものは美味しくなるのよ。つまりチーズといいヨーグルトといいバターといい乳製品が最高なんです。牛に関しては牛肉も美味しいし、だいたい内臓まで美味しいしだよ。骨の出汁とっても美味しいしだよ。神やばい、食べ終わっちゃうよ。みんなこの時間にさ、男女でモーニング食べに来たりっていうのはさ、こんな待ち合わせ時間に待ち合わせしてデートしないわけじゃん。全員夫婦カップル。食べれば痩せちゃうじゃん。栗だけじゃなくて柿だ。柿じゃん。ブリュレだって、ブリュレパフだって、やばすぎ。とんでもないの生み出してるわ。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくね。